3年後輩ですが、対戦を重ねるたびにこの島関にとっては相手が強くなっていくのを肌で感じていました。フォーク・ザ・ヤン法人日本相撲協会委員会の元大関琴奨菊、秀ノ山和弘さん、先ほどの対戦相手として自ら喜んで土俵に上がってくれました。子供の頃からの最高の戦友です。公益財団法人日本相撲協会委員会71代横綱鶴竜、鶴竜力三郎さん。鶴竜関の稽古場はほとんど時津風部屋でした。同じ時代に戦い続けた仲間の一人です。日本相撲協会委員会部69代横綱白鵬、間垣祥さん。初めて対戦したのは3段目の時でした。その初対戦では豊ノ島が肩すかしで勝ちました。しかしその後はなかなか勝てなくなりました。土俵を離れると何でも話をすることができた間柄です。公益財団法人日本相撲協会元豊響、豊ノ山和弘さん。おととしの3月場所13日目、豊ノ島関にとって現役最後の対戦相手でした。16回の対戦があります。華やかな幕内後半での対戦から最後の対戦は幕下同士となった2人でした。苦しい時代も共に生きた仲間です。日本相撲協会年寄元天海鵬、音羽山隆之様。年齢は豊ノ島関が1つ上です。アキレス腱を切って幕下に下がった時に一度対戦があっただけですが、同世代の気の合う仲間の一人です。公益財団法人日本相撲協会年寄元朝日賞桐山浩太様。明るい人柄が明るい仲間を呼びます。これまた互いに怪我で苦しんだ時代を知っている間柄です。力士会を代表して73代横綱照ノ富士春雄関、先日まで行われた5月場所、苦しい中でも見事に7回目の幕内最高優勝を果たしました。各界の第一人者です。続きまして元小結白馬武様。豊ノ島関と共に時津風部屋の力士として戦った元時天空関の妹さんと結婚しました。5年余り前に帰らぬ人となった時天空関の思いも込めてハサミを入れてくれます。